ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。2023年最新の好きな司会者ランキング1位は、マツコデラックスさんって知ってた？しかも4年連続で1位なんだって、それってすごくない？ MC はコメント力以外にもゲストとうまく絡んで、番組を盛り上げなきゃいけないとか、求められることは多いよな。だから司会者として、好感度が高いのはかなりすごいことだと思うんだぜ。ランキング2位は川島明さんだったわ。どんなネタでも拾ってくれる、安心して見ていられると評価も高いぜ。川島さんは声がいいしね。他にはさんまさんや安住さんといった安定の人たちがランクインしてたわ。好かれている司会者がいるということは、その逆の人たちもいるということなんだぜ。やっぱり？そしてここは闇チャンネル。ということで今回は嫌われている司会者を解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目はマツコデラックスさんだ。ちょっと待って、さっきの私の話聞いてた？マツコさんは、好きな司会者ランキング4年連続1位なのよ。タレントランキングなんかでも好きと嫌いのどちらにもランクインすることがあるだろ。抱かれたい男と抱かれたくない男ランキングの、両方にランクインする人がいるのと同じ？そういうことだ。マツコさんは月曜から夜更かし、マツコ会議、マツコの知らない世界をはじめ、5番組の MC を務め、どれも長く続いている。それは人気がある証拠だが、テレビ出演が増えれば、多くの視聴者の目に触れるよな。そうなれば好きという人が増える一方、嫌いという人も出てくるということだ。なるほどね。アンチファンが増えるのも、人気者の宿命というわけね。人それぞれ、好みも受け取り方も違うもんね。マツコさんの場合はまさにそれで、歯に気抜きせぬ発言がスカッとする、気持ちいいと支持される一方で、言い方がきつい、ただのディスりと人によって受ける印象は変わるようだ。毒舌キャラって賛否はあるかもね。マツコさんを嫌いという人の意見で、素人いじりがひどいというものが多いんだ。確かにマツコさんの番組って、よく素人さんが登場してるわね。ゲストが嫌いなタイプの女性だと、冗談よと言いながらも、きつめのいじりをする、という声が集まっているんだ。ああその、冗談よっていうの、番組で見たことある気がするわ。ネット上ではマツコ不機嫌かい、嫌いな女が出ると必ずこのリアクション、このいじり、未だに面白いと思ってる？と批判が飛び交っている。また地方や高齢者をディスって笑いを取っていることは、業界が問題視しているんだ。素人さんにはもう少しお手柔らかにしてあげてほしいわね。次は爆笑問題だ。サンデージャポンをメインに、特番などでもよく司会に起用されている。爆笑問題は漫才でも時事ネタが得意だし、トークも面白いからいいんじゃないの？太田さんは毒舌だけど田中さんがツッコミで、バランスも取れてると思うけど？司会者として嫌いと言われているのは、ほぼほぼ太田さんの方だ。田中さんについては最近弱々しい、疲れ気味という声も少数あるが、太田さんへの不満が圧倒的だ。太田さんの毒舌が理由とか？それもあるが、空気を読まない、自由すぎるという声が目立つぜ。ちょっとわかる気がするかも。芸風への理解や頭のキレの良さを評価する人でも、司会には不向きという意見が多い。思いテーマや真面目な話の時にふざけたり、茶化すのは、番組の進行の妨げになっているし、非常に不愉快と感じるとのことだ。個性は活かしたいところだけど、場面を選ぶもんね。他の人の話をうまく引き出せないという指摘もあって、司会よりパネラー向きとの声も多いぜ。その方が爆笑問題らしく、伸び伸びできる気もするけど、せっかく司会に抜擢されてるんだから、頑張ってほしいわ。3人目は上沼恵美子さんだ。現在は上沼高田の釘付け一本だが、これまで解決恵美チャンネルをはじめ、多くの冠番組で長きにわたり司会を務めてきた。関西圏ではものすごい有名人なんでしょ。関西の女帝、西の魔女、西のご意見番と呼ばれ、関西地区での知名度は高い。元漫才師ということもあって話は面白く、キレッキレの本音トークは女性中心に人気だ。でも好きじゃない人もいるってことだよね。上沼さんを嫌いという人が挙げる理由で最も多いのが、偉そうというものだ。関東圏ではあまり馴染みがなかった上沼さんが広く知られるようになったのが、2007年から審査員を務めた、M1 グランプリだ。何かと話題になったわよね。審査では褒めてもいるが、辛口の評価だけが取り上げられ、話題になることが多かった。2017年にはマジカルラブリーに、よう決勝、残ったな。一生懸命やってるのはわかるけど好みじゃないとばっさり。でも上沼さんは言ったことを忘れてるのよね。忘れることにしていますと言っていたな。
でも忘れられない出来事が起こるのよね。2018年にトロサーモンの久保田さんとスーパーマラドーナの竹地さんが、酔った上で上沼さんに暴言を吐く動画が投稿された。自分目線の感情だけで審査せんといてください。更年期かって思います。と発言し、お笑い界を巻き込む大きな騒動となった。上沼さんは興味ないですって相手にしなかったんだよね。だが上沼さんには、上から目線の偉そうな人という印象がついてしまったようだ。また自身の番組で、嫌いな芸能人のイニシャルトークをすることが多く、たびたび話題になるのだが、悪口ばっかり言う人というイメージもあるようだ。好きという人には本音トークが好評で、嫌いという人はそこが無理みたいね。上沼さんを嫌いというよりは苦手と思っている人が多いようだ。職場にいたら無理、お母さんだったら無理という声も結構見かけるぜ。確かにそれはきついかも。4人目は和田アキ子さんだ。1985年からアッコにお任せで長年、司会を務めている。アッコさんといえば芸能界のご意見番よね。そう呼ばれることが多いが、ご本人は嫌がっているそうだ。自分より過激な発言をしている人がもっといるのに、とご不満だとか。でもイメージが浸透しちゃってるからね。声も大きいし迫力があるからでは、とご本人は分析しているらしい。多くの人は歌手としての和田アキ子さんは好きだけど、それ以外は好きではないようだ。嫌いな司会者ランキングでも常連だが、女が嫌いな女ランキングでも毎回上位にランクインしていて、理由はほぼ同じだ。その理由とは？威張っている、偉そう、上から目線という意見が最も多かったが、時々、昇進も昇るところはさらに深いという、どうすればいいんだよ的な意見もある。なかなか手厳しいわね。身内は贔屓するのに、他の芸能人のおめでたいニュースには塩コメントが目立つ。という意見も見られた。周囲が気を使っている空気感が、画面越しに伝わってくるのも好ましくないようだ。大御所だからね。上から目線という部分では、自覚も反省もあるようなんだが、事務所でも芸能界でも、もう叱ってくれる人がいないんだとか。大ベテランになりすぎちゃったんだわ。芸歴55年だからな。すごいわね。だが昔の感覚が抜けない、悪い意味で変わらない、今の時代に合っていない、という声も見られたぜ。今って優しい世界が好まれるからね。5人目は坂上忍さんだ。バイキングでの MC 時代は、バッシングの嵐だったわね。最近は坂上動物王国がメインで批判も落ち着いてきたんじゃない？それでも愛犬かぶっている、潔癖症を公言してるのに犬猫の世話をしてるの？というバッシングや疑問の声もある。もうバイキングは終了して、1年も経つのにね。当時は嫌いな司会者ランキングで1位を独走していたからな。さらに男が選ぶ嫌いな男ランキングでは首位を3連覇したほどだ。1年じゃ、そう簡単には変わらないぜ。同性に嫌われるのってきついわ。それもこれもバイキングで司会をやるようになってからだよね。それまで好感度が高かったとは言い難いが、ここまで話題になることはなかったからな。坂上さんを嫌いな理由は偉そう、うざい、高圧的が常にトップ3で、理解できない、我慢ならない、不愉快と視聴者もかなりご立腹だった。ものすごい拒絶反応ね。実は坂上さんは1995年に自動車事故を起こしてお縄になっているんだ。え？千鳥足になるほどアルコールを摂取していて、激突した電柱は根元から折れ、器物損壊となった。電柱ってコンクリートだよね？ってことは、かなりスピードも出てたよね？さらに大破した車で逃走し、駐車していた車にも激突。パトカー数台と20分間カーチェイスの末にお縄となったんだ。かなりやらかしたわね。一度お縄になったのに偉そうに言うなというのが視聴者の根底にあるので、ワイドショーの司会はすべきではない、ということのようだ。番組ではいろんなニュースを取り上げるしね。その度、視聴者は反応しちゃうわけか。他にもスタッフへの高圧的な態度、共演者との不仲、ゲスト批判、よって番組出演など、悪い話題はこと書かなかったぜ。これだけ評判が良くないのに、バイキングって坂上さん MC で長く続いてたよね？ 8 年間続いていたぜ。普通だったら、とっくに打ち切りや降板になっていそうだけど、番組には坂上さんの降板を要望する声が多数寄せられ、対応に追われていたそうだ。それでも坂上さんはギャラが安く、番組側も使いやすかったようだ。また坂上さんは CM に1本も出演していなかったので、スポンサーに忖度することなく物申せる立場だったことも続投の理由らしい。大人の事情ってやつね。この先、イメージを払拭するのはまだまだ時間がかかりそうね。6人目は宮根誠司さんだ。情報ライブ宮根や、ミスターサンデーで総合司会を務めているぜ。
この人へのバッシングもすごく多い印象だわ。近年の嫌いな司会者ランキングでは、坂上さんと、ぶっちぎりの2トップだからな。バイキング放送時は坂上さんが首位を独走していたが、現在は宮根さんが1位に返り咲いたぜ。なんともありがたくない不名誉な第1位。宮根さんが嫌いと言われる理由一つ目は、偉そうというものだ。今回紹介してる人たちの嫌われてる理由って、偉そうっていうのが多いわね。みんな偉そうな人は苦手だろう。偉そうな人が好きって聞かないからな。確かにそうね、私も苦手よ。宮根さんに至ってはうんうんという相槌さえ、偉そうだと言われているぜ。それってどんだけ？専門家の先生の話にうんうんと言って、相槌を打つのは失礼だろうと。それから、はぁはぁはぁというやる気のない相槌も許せないそうだ。相槌だけでここまで言われる人ってそうそういないと思う。嫌いな理由二つ目は、人の話を聞かないというもので自分の主観が強すぎるとのこと。また自分が間違っていても、訂正しようとしないし、認めないんだとか。自分絶対正しいマンなのかな。三つ目は人の話に割り込んでくるで、人の話に被せてくる、人の話の腰を折る、という声も上がっている。自分絶対喋りたいマン？特に中継ではリポーターが説明しているのに、遮って自分の聞きたいことだけ質問したり、話を被せてくることに視聴者はお怒りだ。これはちょっとイラッとしちゃうかも。スタジオでゲストに対しても同様。視聴者はリポーターの説明やゲストの話が聞きたいのに、宮根劇場が開幕してしまう。お天気コーナーでもちょくちょくで、肝心な情報が伝わらないと皆さんご立腹だ。これはリアルに困るもん。不適切発言や知ったかぶりという指摘も多く、炎上も珍しくない。でも訂正しないんだよね。どんな時でも自信満々だからな。正義感の強い真面目な人なのかな？いや、かなり不真面目なスキャンダルを起こしているんだぜ。え？2017年の文春法で、交際していた女性との間に隠し子がいたことが報じられたんだ。その女性は宮根さんが既婚者だと知らず、妊娠を告げ、初めて事実を知らされたそうだ。ゲスじゃないの。なので番組でこの手の報道を取り上げ、いつものように宮根節全開でコメントすると、視聴者は強い違和感を感じるようだ。そりゃあそうよ。宮根さんもやりにくくないのかしら？一時は番組降板の話も出たようだが、そのまま続投することになったようだ。メンタルが強いのね。宮根さん自身、嫌いな司会者1位ということは十分認識しているので、小さないい人キャンペーンをしているそうだ。とは？倒れた自転車を直したり、ポイ捨てされたものを拾ったりすると、あの人、案外いい人なんじゃない？と思われるんだとか。いつか実を結べばいいんだけど。だが最近になって、宮根さんの評価が上がってきているらしい。小さないい人キャンペーンの効果が？それは果てしない未来のことだろう。ですよねー。連日お騒がせのジャニーズ問題に、各局とも口が重い中で宮根さんが物申したぜ。テレビ局ももう一回、マスメディアも含めて襟を正して、ちゃんと報じなければいけないんだなと思いますと発言したんだ。これって宮根さんだから言えたのかもね。視聴者からはよく言ったと称賛されているが、局の関係者は困惑気味らしいぜ。そこは人の話を聞かない特技で、突っ走れるでしょう。今回は嫌われている司会者を解説してきたんだが、もちろん、好きというファンの方もいらっしゃることをお断りしておくんだぜ。アンチは最大のファンだっていうし、今後好きに転じることもあるもんね。芸能界は不思議な世界だからな。宮根さんの評価も上がってきてるみたいだし、今後、番狂わせもあるかもよ。今後の嫌いな司会者ランキングがどう変わるか、今から気になるわ。好きな司会者ランキングも乞うご期待だ。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。